2000年10月6日物語はこうして始まった。音楽寅さん渋谷の大地に立つ。一曲歌って、さらっと帰ってくる。一曲歌えばいいじゃん。マイフェイバリットソングでいいじゃん。マイフェイバリットなんすか。ゲゲゲの鬼太郎。あ、いいっすよそれ。元墓場の鬼太郎。ゲゲの鬼太郎一曲歌って、さっと帰ってくる。なるほど。ようやく決心した桑田が渋谷ハチ公前に到着。週末のこの日深夜にもかかわらず、ハチ公前は若者たちで大混雑。カジュアルな場に溶け込むため桑田佳祐のオーラを最小限に抑える。桑田さん、ファンのみんなに意気込みをお願いします。おまんダメだ、もう一個使えるのに言ってみましょうよ。大員そんな大丈夫かな。頑張ってね桑田さん。やっぱりやめるわ。いや、何言ってるの。ごめんごめん。ちょっと閉めろお前。頑張って行ったサザンオールスターズ桑田佳祐が挑むたった1曲だけの渋谷ゲリラライブ。道行く人たちは一体どんな反応を見せるのか。これから行われる一部始終をゆうすけはロケ車でモニタリング。来ました、桑田佳祐行きました。皆さん元気ですか。ライブ開始前から大観衆が桑田を囲んだ。聞こえます。ひどいなお前。みんな元気ですかってなんで言ったらその音。ワン、ツー、スリー、フォー。ゲー、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 あちゃおは寝床でぐーぐーぐー、楽しいな、楽しいな、みんなもう盛り上がってるから。お化けや学校も、資源も何もない。1曲だけのゲリラライブはあっという間に終了。早く帰ってきてくださん。ところが手拍子。桑田予告なしの2曲目に突入。何が起こった。2曲目あれだぞ。そして渋谷ハチ公前にはあふれんばかりの人だかりが。お客さんどうですか。
桑田佳祐を完全に取り囲んでしまった観衆。渋谷ハチ公前はもはやパニック寸前。しかし危険とは裏腹に桑田はなおも歌い続ける。怒涛の桑田コールが巻き起こる中、渋谷ゲリラライブは予定外の2曲目を終了。そして誰もが予期せぬ、なんと勝手にシンドバッドを勝手に歌い始めた。勝手にシンドバッド歌ってます。渋谷ハチ公前には信じられない人だかりが。危険な空気を感じたユウスケとスタッフは現場へ急ぐ。一方、初の試みに気を良くした桑田の勢いはとどまるところを知らない。渋谷ハチ公前はまさか大パニックに。そして観衆はもはや反狂乱の状態。そこへユウスケが乱入。すると彼らの輪が一挙に崩れ始め、ますます危険な状態に。そんな中、狂乱の宴は続く。ついにライブは中断。ちょっと待て、もうちょっと逃げろ。そう、逃げる桑田とユウスケに観衆が殺到。はい、出て。一曲だっつったじゃないか、さこうして波乱万丈の渋谷ゲリラライブ見事達成。